はい、よろしくお願いいたします。えー、静岡県三つ目のまあ修行道場です。前の二つはですね、妙心寺派のまあ修行道場ということですが、えー、今回のですね、あの法光僧道といいまして、あの法光寺派っていうのはですね、静岡県に大本山法光寺というのがありまして、えー、臨済十四派の一つなんですが、あのその法光寺のまあ 修行道場、つまり本山騒動といであのここを開いたのは後醍醐天皇の皇子、えーまあ、息子ですねが、えー、このお寺を開いている「無音源泉禅寺」というんですがあのこの方はですねあの、まあ、後醍醐天皇の、まあ、子供なんですが後醍醐天皇が亡くなった1年後に出家してます。 18歳の時にまあそれが18歳の時なんですが18歳の時に京都の建仁寺の福岡庵というところで出家得土をしたとで摂孫という方に指示したんですがその後ですね21歳の時に元に渡り、まあ、中国に渡ってです、ね、古梅禅寺という古い梅ですね古梅禅寺という方に参前し悟りを証明され帰ってきたと。 その後、まあ、京都岐阜、えー、三河甲府とかですね、えー、駿河とかいうのを回って、まあ、お寺を作ったりとか、まあ、そういうこともあったんですが、えー、そういうことをしていたその中で、まあ、三前の弟子であったです、ね、遠州の豪,豪族ですね井伊家の、えー、分家である奥山家というのがあるんですが、えー、この奥山家の方がですね後醍醐天皇の追善 えとまあ寺院に報いるために、えー、寮内の非常に静かないい場所っていうかですかね自然の豊かなところにまあ一時を混流して、えー、禅寺を拝、ま、称、あ、したまあ迎え入れたとまあいうことですでその場所が門源泉禅寺がですね中国で渡っていた頃にあった天台山というのを彷彿するような 自然環境であったということで、こう非常に喜ばれてですね、仁能山ですね、仁能という深い奥山家だあったところなので、人能山と法光寺というふうに名付けられた。で、まあここにまあこうとととまることをまあそれまではこう点々とされていたんですが、その法光寺に入って20年間、まあここでまあこう弟子の教育というか、まあそういうことをした。その間にだいたい500人ほどの弟子たちが まあこう集ままったといいううふうに言われていますで、まあ、このお寺はですねその後、まあ、こうやっぱり何度か火災とかに見舞われてですね焼、えーまあ、失したりともしてるんですが、まあ、秀吉とか徳川家のご看護を受けてですね、まあ、その伽藍というのは維持してきたということです。であのこのお寺で非常に有名なのは半僧坊大権現」というのがあります。半大はです、ねあの 何度もこのお寺解散に遭ってるんですがこの搬送帽だけはですねあの常にこう焼け残ったということで、まあ、火災よけとかですねあと海難よけということで,ですね全国にその信者がいたと、まあ、いうことです。この半相棒の分岐がです、ね、あの鎌倉の県朝寺あと、えー、先ほどお話したあの のびの,びのにもあります搬送棒というのはこ,この両,両方ともまあこう分けてもらっていいですかね、えー、あると、まあ、いうことです。まあ、これが三大搬送棒と、まあ、いうような言い方をするらしいですが、まあ、そういうものがあります。でこの搬送帽って何かというとですねもともとはですねあのこの無門禅師がですね中国に渡って帰ってくるときにこの船がですね嵐に遭いまして。 本当にこう転覆するというようよな状況だったその時に突然こう鼻の高い偉人が現れたそのまあこう嵐からですね助けたって言うんですね助けた後姿を消したで、まあ、こうまあ無事に帰ることができたその門前寺はですねその後ですね、まあ、先ほど言ったように宝光寺に まあこうお寺を建ててるることになってですね入るわけですねでそうするとまたそこにその半送法が現れたというんですねで現れて門前寺に弟子入りするでまあこう一緒にこう修行をまあ積んでたわけですけどえまあこうその禅寺が亡くなってですね亡くなったらですね今度まあ自分はですね山を守り寺を守り人の苦しみ災難を除いていくからと言いながら行ってですねまあこう姿をまた消したと。 以来こう姿を現すことがないと、まあ、いうことなんですが、まあ、そうやってこう、まあ、常にこうそのお寺とかいうものを守ってくれている存在、えー、それが半僧帽。半僧帽ってまあ名前から分かるようにですね「半分僧侶」みたいなものだったと、まあ、いうことなんですけど、まあ、それからですねあのこのお寺はですね法皇寺派なんですけど大体いい、まあ、昔からですね 江戸時代ですかねある祈願をされてですね五百羅漢をそこのお寺にこう納めたそれがあるはずです、ね、今でもね山,山あるんですかねこう石仏みたいなもので五百羅漢というのがあることでもまあこう知られています。であの方光寺派っていうのはです、ね、あのまあこう本山なんですがやっぱりあの京都とか鎌倉御山とかいうお寺と違ってですねやっぱりこう知名度がですねいまいちかなというふうには思うんですね。 なぜかというとこの宝公寺というのは、まあ、松寺っていうのは我々ありますけど松寺がですねあの京都のお寺とかいうと全国に広がっているんですね松寺が広がっているんですけど宝公寺派は静岡県内にないしかないんですよ規模は小さくないんです寺いくらいあるんです、ね、ですすねから規模としてはまあ中堅のまあ規模はあるんですがただその県内だけにしかないものですから、まあ、全国的にはあまり知られてませんけど。

聞いてる話しかよくわからないですけど、厳しいという厳格なことはあまり言わずに寄り添ったんですよね。一般にも寄り添った。今でもなんか研修会をやったりとか、ね、そういうことをやられているようですけど、まあ、そういうような花、えー、風というかのお寺の一つかなとまいうふうに思います。ま,あ、まあそんなことでまあ今回は静岡参加時の修行増長ということでまあ、紹介させていただきました。どうもありがとうございました。